その周りの友達は童貞の数が多いですか、それとも逆？どっちかというと海外と比べたらめっちゃ多いと思う。めっちゃ多い、うん、バキバキ童貞です。童貞、童貞です。何歳でなくしたって聞いても大丈夫ですか？El otro día estaba hablando con unos amigos japoneses y me di cuenta de que hay muchos japoneses, sobre todo chicos, vírgenes a nuestra edad, a los 20, 21, 22, 23, 24, 25 años y hasta de los 30. También me di cuenta de que es un tema tabú, el cual no se habla. Entonces, en este video de hoy vamos a hablar sobre por qué los japoneses son vírgenes. En un país donde la tasa de virginidad es una de las más altas del mundo. Mi nombre es Kai y me dedico a hacer entrevistas aquí en Japón. Y si te gustan este tipo de videos, suscríbete. Y ahora sí, dentro vídeo. 海外は日本のイメージは童貞が多いっていうイメージがあるんですけど、その理由はなぜだと思いますか？まあ単純に相手のことを考えすぎるんだと思う。あと相手のことを考えすぎて本当かなってすごく疑っちゃうから、どうしても控えめになっちゃうと思うね。わかんないんですけど、なんか海外、イギリスに留学した友達がなんかイギリスは付き合おうと か告白って概念がなくて、なんかデートするようになって何回かしたらもうなんか付き合ってるみたいな認識になるって聞いたけど、日本はなんか告白とか結構段階、何回目のデートでみたいな段階踏む文化風習があるから、なんかハードルが高いのかなって思いました。奥手な性格、みんなあんまりそういう性的な干渉に踏み込まない、あの人間関係、普通の人間関係を大事にしようとするっていうところはあると思いますね。そうね、あんま男の子が女の子に積極的に話しかけるっていうのが結構少ないなっていう感じがします。でも逆にナンパって多いじゃないですか、日本って、はい、それはどう思いますか？あ、でもそれもごく一部の人が結局やってるだけだから、全体的に見たらナンパやってるのは本当に少数で、他は奥手な人ばっかかなっていう感じ。外国人と比べて、あの日本人はシャイだと思うんで、まあそういうアプローチしにくいのかなと思って、なのであのこういう付き合う人も少ないのかなって自分は思うんですけど、なんかその海外とかって結構そういう性教育みたいなのって結構普及してると思うんですけど、日本ってそれをあんま良しとしてないっていうか、あんまりそういう性について話すとかセックスについて話すってことをあんまり良しとされてない文化だからなんじゃないかなって思います。シャイな人が多い、奥手な人が多いとか、自分から行かないから消極的装飾だから、うん、なんか恥ずかしがり屋みたいな。分かんないけど、お国柄ちょっとお堅いのかな。でもそれがいいとこでもあるのかもしれない。大事にする、気持ちを大事にする。その周りの友達は童貞の数が多いですか、それとも逆？半分半分半分じゃない、ハーフ半分。いや、半分ぐらいだと思います。あの日本ってそういう、なんだろう、童貞をなくすとか友達でそういう会話はありますか、それとも、あ、なんかあのスペインだと普通に友達だとそういう話は普通に言っちゃうけど、日本はどんな感じですか？なんか、あ、でも童貞をネタにするみたいなのはあるかも、結構周りありますけど、全体的に子供っぽい話題になって、大人になれば、まあ、ある意味当たり前みたいになっちゃうから、まあ、それこそ童貞は辛いし、それをわざわざネタにするってこともなくなってくるかなって。だから若いがゆえに童貞をネタにするみたいな、そういうことはあると思う。あ、俺はめちゃくちゃ多い。本当にキラキラ大学生っていう、わかりますかね、キラマジのキラキラ大学生だけが違くて、他はみんなそうですよ、童貞です。大学生に、大学によると思いますけど、彼の通ってる大学ではあんまなくて、僕の通ってる大学ではまあまあ多いと思いますよ。そのなぜその大学で違う？彼の大学は頭が良くて、僕の大学は近くの大学なんですけど、まあ半々ぐらい。そんな変わんない。俺東大で、彼早稲田なんですけど、頭いい人はやっぱ東大、やっぱプライドが高いからあんま絡みに行かないんですよね、多分。彼は日本一の大学なんで。東大やばいよね。はい、東大、はい。何歳ですか？21歳です。21。20です。20歳。周りの人は童貞の数多いですか、それとも少ないですか？いや、まあもちろんコミュニティによると思うんですけど、意外と多いと思います、正直。どっちかというと海外と比べたらめっちゃ多いと思う。めっちゃ多い、うん、少ないです。僕も少ないですね。はい、少ない。知らない、知らない、知らない。そういう話はあんまりしない。したことないかもしれない。
あ、現在はみんな卒業してます。同じくみんな一人はいるかなみたいな。じゃあ、あの日本って童貞が多いっていうのは嘘？嘘、いやでもまあ自分の価値観でいくと嘘です。まあ自分も周りは全然多いんで嘘で。じゃあなぜあの海外はそういうイメージあるっていう質問なんですけど、 なぜだと思いますか？多分あの日本はアニメとかの文化がすごい見られてて、そういう人にハマる日本人って基本的になんかそっちにお金とか趣味を注いじゃって、あんまり性欲とかにならないと思うんで、一人でしちゃうと思うんですよ。だから実際に相手とする人はあんまりそういう人じゃない人が多くて、でも外国人の人からしたらアニメに関わってる人が日本人ってイメージがやっぱ強いと思うんで、多分そこだと思います。でこれ答えなくても大丈夫なんですけど、答えたくなければ、自分は何歳で童貞をなくしたっていう質問なんですけど、18。エリー初めて付き合ったの19歳。あ、19歳じゃない、18歳。18で、あ、童貞ですよ、童貞20歳で今童貞です。であのそれそれってあの日本に比べると、日本全体に比べると変わってるっていうか少ないですか、それとも普通ですか？僕の通ってる学校では全然普通ですよ。俺もそうね、周りもそういう人ばっかかなっていう感じ。今童貞でその理由を聞いてもいいですか？なぜ童貞ですかって。あー、やっぱり高校生で童貞って捨てやすいと思うんですけど、僕は中学から学校が一緒なんで、あんまりそういう関係にならないんですよね。それはあると思います。一緒です、同じ高校なんだけど、なんか中学校って男子と女子があんま喋んないみたいな感じ でそのまんま高校行っちゃってるから、なんかあんまり触れ合い機会もないかなっていう感じ。16歳ぐらい。16って日本全体に比べるとそれって早いですか、それとも遅い？まあ普通ぐらいじゃないですか。なんかみんな大体高2とかじゃない、高校2年生とかの人が多い。17で初めての経験はどんな感じでしたか？どんな感じでしたか。その時付き合ってた人とでした。どんな感じ、どんな感じって、むずい。ノーコメントで。ノーコメント。まだなくしてないです。まだなくしてないです。なくすあの瞬間ってどんなイメージですか、自分はあの求めてるっていうか。もうこの人のことがどうしても好きって思ったらって感じ。それを待ってる。そうじゃなかったらいいかなって感じ。15歳。15。あ、バキバキ童貞です。童貞です。で、15歳って日本に比べると早いですか、それとも遅いですか？普通。早い、ちょいと早い。早いじゃないって思いますね。自分は初めて童貞をなくした。これ相手は童貞でしたか？Yes ですね。どんな感じでしたか、説明できれば。説明マジであんま覚えてない。でもなんか恐る恐る やりました。自分は童貞、はい、童貞で日本では、はい、変ですか、それとも。いや、どうなんでしょう。あんまりそういう会話をすることが少ないんですけど、でも確かに20歳で童貞はちょっと少なくなってくるんじゃないかなって思いますね。童貞をなくしてない理由はなぜですか？女の子が怖い。自分が怖い。僕が怖い。高1ですかね。高1。16。俺も17ぐらい。高2。だいたい大学生の20とか21までは童貞な人もいるかもしれないですけど、そっからはみんな多分やってますね。20歳超えたら。そうですね、はいはい。まあ確かにね。童貞をなくした、何歳でなくしたって聞いても大丈夫ですか？15。15。ない、まだない。で、15って日本全体に比べて早いですか、それとも遅い？ちょっと早い。ちょっと早い。何歳ぐらいが普通ですか？18、19、20とか。16。16？ 15です。15。それって日本全体に比べると早いですか、それとも。全然早いです。早い方。普通は何歳ぐらいですか？普通はだいたい高校2年生から3年生が一般的に多いです。18歳とかが普通かな。初めてやった時どんな経験でしたか？でもなんかその動画でしか見たことなかったから、なんかいろいろすごい相手が知ってる人じゃないとリードしてもらいたいなと思っちゃって、結構手間取るみたいな感じでした。相手は童貞でしたか？
相手は3人ぐらいいる人だったんで、自分はなんかいろいろコンドームとかつけてもらったりとか、相手に上に乗ってもらって動いてもらったりしてたんですけど、すぐ行きましたね。自慢じゃないですけど。確かに、わかるわかる。自分はお互い初めてで、もう結構なんかスマホでそのつけ方とかどういう風にやるのかを見ながら、もう結構ちょっとエモかった。確かに漫画みたいな。童貞は なくしたいですか？まあそれともあんまり、まあ場合によって。まあそうです、どうしてもって感じでもないけど、機会があればっていう感じやな。あの風俗に行って童貞をなくしたいっていう考えはありますか？なんかそこまでしてはって感じかな。今はないです。はい、今はないです。友達にはいますよ。友達にいる。サークルとかにはいますけど、今はないですね。で、あの風俗に行って童貞をなくすっていう考えはありましたか？ありっすけど、高いし高いし、あとまだいいかなみたいな。そこまではなくしたいとは思ってますか？思ってない。思ってない。うん、別に普通に特別な人を待ってるっていう感じ。うん。あ、いいね。いいね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 。確かにそれが一番だよ。いいねいいね。Como podéis ver, algunos de las personas que he entrevistado siguen siendo vírgenes ya pasados los 20 años, cosa que por lo menos desde mi punto de vista en España es algo un poco tarde. No sé qué opinaréis vosotros, me lo podéis dejar aquí en los comentarios. ¿Y a qué edad vosotros perdisteis la virginidad? Y como siempre, 私の名前は Kai です。また次のビデオで会いましょう。さようなら。バッ。